ここねめちゃくちゃねいいとこなんだけど、下関市の豊田農業公園みのりの丘ってところに今来てます。今日はですね、はい、みのりの丘さんで、そば打ちの体験と、梨狩りを篠さんと野田さんには、さあ実際にそばを作ってみたいと思います。北斗の叫びみたいな、こうこんな感じでやるらしいですよ。ピッチピッチやばいやばいやばい、もうなんか工程が結構飛ばした感ありましたけど柔らかい。そばを作ってるっていうのは大丈夫ですかね。オッケー、いただきました。これでいきましょう。固めましょう。いいですか、よしよし、これでこれをこっちに、でパタンと、はい、こっちが終わってからです。やばいやばいやばい、待て待て待て、やばい、ひっついてる下に。私が食べるそばを本当ひっついてるね。しょうがないですね。ちょっと待って、しょうがない。いやでももう大丈夫大丈夫。ただ問題ここですね。はぁ、ここで曲げるんですよっていう話。そうですね、大将。なんや、半分は。切るがいいからね。どうですか。大将、なんで先にそれを伝えないの。綺麗にします。はい、こっちを綺麗にして。はい。うまい。うまい。よし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 。うまいいただきました。うまいいただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗。うー、太いんじゃない。きれいきれい。初めはさ、あれかな、ちょっとまな板包丁でこうやってやるんか。うわ難しい。向こうからこの綺麗なタイプ、マジで本当に。でも集中しないと1ミリ間違えたら太めになる。それぐらいこのなんか1ミリが大事。これも全部一緒にやっちゃおう。ああああ、じゃあ私が先に茹でます。ではお願いします。すごい、あ、そっか、もう一気にね。すごい、あ、すごい、もう上がってきた。もう茹で上がったらだんだん上に。早い。すごい、ぬめり取り、はい、優しくしないとちぎれちゃうか。すごい。実食。イエーイ。さあというわけで約2時間弱ぐらいかな、1時間半ぐらいかな、かけて、はい、そばができました。私が作ったそばはこちらです。はい、で、あやかちゃんはこちら。こちらです。もうさ、見るからにあやかちゃんのがツヤツヤなんですよ。わかります、雰囲気。すごい、めちゃくちゃいい匂いがします。そばをこうやって香ったことがなかったんで。うん、なんだろう、さっきも言ったけどすごいなんかナッツみたいな匂いがします。じゃあまずはそのままいただきます。あ、歯ごたえがめちゃくちゃある。のどごしより歯ごたえ美味しい。美味しい、いただきました。美味しいです。なんか歯ごたえがあるからもう、で、いただきます。美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。なんか、うん、すごいね、そばに味がある。歯ごたえと弾力、後からちゃんとそばの香りがふわっときます。へー、うん、めちゃくちゃ美味しい。なんか初めてそば生で食べて、うん、で、歯ごたえ一緒だ。歯ごたえめっちゃあって美味しい。うん、香りとかどう。そばの香りなんか後、うん、後から来ますね、うん、食べた後。あちょっと待って、ね、あれあれあれ、うん、美味しい美味しい。めっちゃ仕方美味しいですよ、うん、じゃあちょっと先生、はい、どちらのそば、まあどっちがどっちか分かんないので、はい、スタッフさんは分かってますので、はい、点数の方をお願いいたします。なるほどなるほど、野田さんのおそば。やったー。
やっぱ丁寧にね、ご丁寧にしなさいってことですよね。途中の工程が少し雑だったっていう。味的には同じです。味同じ。喉越しの違い感。一緒一緒。じゃあやかちゃん、はい、こっち食べて。はい、こっち食べたいです。じゃあこの後美味しくいただきたいと思います。もうあーちーちーあーちーなんちょかなんだろうか、はい、あーちーちーあーちー、あら、ちょっと始まりました。始まりました。いやもう暑すぎるな、やかちゃん。暑くてね、もう歌っとかんで、どれぐらい暑いの。涼しくなった今ので。なった、本当に。嘘やろ、絶対に。え、ちょ寒かったってことやね、言ったらね。というわけで2回目やっていきたいと思います。イエーイ。さあ、ご覧の通り私たちここ何に来てるんでしょうか。なし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 なしなしなし。なしのおかげでちょっと涼しいけどね。涼しい。うん、案外。さっきめちゃくちゃ暑かったんですよ、うん、この道が。うん、2回目は、あやかちゃんとなし狩りをしたいと思います。イエーイ。したことあるなし狩り。初めてです。初めて？はい。マジか。マジです。私でも子供の時以来かな。多分トヨタでやった気がします。はい、わかりました。いきます。じゃあなし狩りにレッツゴー。痛い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 痛っちゅうだ。じゃあやっぱなしってどうなん、大きいのが美味しいんかな。この幹が太い方が栄養がいって。これめっちゃ美味しそうじゃない、このなし。あ、それ美味しい。甘そうですね。うん、それいいんじゃないですか。とりあえず幹も太そう。え、ちょっと撮ってみる、これ、やかちゃん。はい、え、ちょっと撮ってみて、私さ、はっ、ちょっと、空手技で撮った方がいいんじゃない。ちょっと待って、ちょっと、うん、どう、絶対無理、空手技で。絶対無理。え、別にキックでもいいよ。全然無理。わー、撮れた。あー、すごい。え、大きい。うん、しかし、ここの色めっちゃいい。じゃーん。ほら、これ太い。すごい。わ、すごい、みずみずしい。え、めちゃくちゃ。うん、あ、切れそう。来た。おー、すごいすごい。見て、蜜。おいしそう。じゃあこれさ、半分ずつ食べる。はい、うん、あの、梨の果汁、うん、がすごすぎて、剥きながらも、ほら、え、なんかいい匂いしてきた。うん、あやかちゃん、料理してる本当に。してないですよ。うん、してないですけど、その感じ出てるね。でしょ。そう、ないですね。見てください、本当に。ほら、もうね、ほら、山あり谷あり。私の人生。あやかちゃんの店、やばい、食べないわけないやんか。うん、待って、本当に美味しいですよ。ジューシー？うん、マジ？めっちゃ美味しい。マジ、私も食べてみようかな。すごい水分が。甘い、糖度これ20。めっちゃ美味しいって言いたいぐらい本当に甘い。多分15近くいっとるんじゃないかな。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃジューシー。美味しそうですね。うん、甘いね、とにかく。めっちゃ美味しいです。うん、あった、香水。あった。あったあったあった。香水。ちょっと引っ張りますね。いや、上に。おお、ポロンって取れた。ほらほら、さっきさ、枝からさ抜けたやん。上にしたらこれが残る。でも包んでるってことはさ、もういけるんじゃん。緑色の鮮やかな緑。あ、じゃあこれだ。でも美味しそうじゃないですか、なんか。いや、緑から、うん、そこから黄色が増して、うん、その後全体的に黄色が増すって書いてるんで。食べ頃ではございません。打ち上げとかない？今は最終日とか。今は、うん、たまに、うんうんうん、ですかね。で、そのあと打ち上げとかでさ、カラオケとかは行かない？うん、前は行きました。うん、誰と？先輩と？はい、先輩と。でもその時は向井さんとマリーゴールド初めて歌いました。二人で歌って。はい、すごい。嫉妬嫉妬ジュエットしちゃった。そう、向井先輩大好きだからさ、私もさ。あ、しゃー、ほら、美味しそう。太い、ね、幹が。これ多分食べ頃や。ギリギリ。もう今ね、パーンって感じ。私今、蜜パーン。ちょっとなしにさ、なりきってちょっと気持ちで言ってみて。いや、同じのになっちゃう。あ、いいよ、全然いいよ。食べてほしい。早くパーン。この人どうかしてるよね、本当に。誰ですか、なったろ。悪い。かわいい。私がやったら、おばはん、パーン。あやかちゃんがやったら、パーン。うん。おいしい。満足ですか。満足。はい。映えスポット。映えだ。野口さんがいるから写真撮っちゃおうかな。え、何する、あやかちゃん。ニートとこっち明太。
美味しい。お寿司に行くぞ。めちゃくちゃ面白いのでちょっと乾杯。可愛いですね。私素直に言うと可愛いですね。